いいっす。どうもひなライスです。ついにやってきちゃったねこの日が。いやなんかもうもちろん楽しみで終わるんだけど、もうなんか悲しいわ。これでもうペルソナ5ロイヤルをね配信しないということを思うと、いやまあなんか個人でなんかちょいちょいいじくったりするとかするかもしれないけど、今日のやつを見てしまったらもう本当に見るものもないしやることもないので、昨日ねあのマルキ先生をコンプしてきたんですよ。であんなめちゃくちゃ熱い戦いの後にこんなことをするのはなんかかなりはばかれるんだけど、いたか。あーでこっからだね。そう結構長いんだよね。まあ仕方ねえんだけど、ここあれだね、ちょうどマルキ先生のパレスから帰ってきた後にインナーが現実で少年院ぶち込まれてて、明智はいなくてモルガナ、まあモルガナはいるんだけどみたいな感じになってるから、ちょっとこの辺全部飛ばさないといけないです。しかもちょっとだけうざいのが、あんまりバレンタインイベそんな長くないんだよね、一個一個が。多分なんならだけど飛ばしてる時間の方が長いワンちゃん。しかも多分だけど、まあ、1回ね、1周目でやった誠ちゃんで検証したんだけど、誠ちゃんのイベントとかも全部で2分ぐらいだったかな。でそのまま割とすぐに修羅場イベントになりそうだったんで、次の学会、まあ分かんないんだけど、多分だけど修羅場イベントってバレンタインの次の日だよね。まあ、単純にバレンタインなのになんで私と過ごさなかったのみたいな。あーでここもね、まあ、今映ってないけど1周目ではコープ10じゃなかった人たちもさ、インナーの署名活動してくれててさ、そう親さんとかもね、いやー熱いよねここ。今まで培った仲間信也くんも結構長えな。しかし、しかもカットシーンがいちいち変わるからさ、結構飛ばすのもめんどくさいんだよね。バレンタイン直前とかにセーブポイントあれがよかったんだけど、それもどうやらなさそうなので、あーで、はい、サエさんが。サエさんはこれどう思うんだろうな。一応次の日さ、確かギリチョコ渡しに来てくれたけどさ、自分の妹が壮大にね、浮気されてたってさ、分かったらなんて言うんだろうね。てか出てくんのかな。はいはい。で、みんなが出迎えてくれましたと。いや、こんな感動的なイベントの次の日。あ、次の日じゃないか。次の日は、これ今が13日だから、修羅場が起こるとすれば多分、バレンタインの翌日 ?15 日なのかな。こんなね、マルキ先生との熱い戦いを乗り越えて、で、そう、これインナーが引っ越しちゃうっていうさ、話もしてさ、はぁ、残念だね、みたいな。話してる中普通に不倫でしばかれるっていうね。まあしばかれることは分かんないけど、はい。でもモルガナとのしんみりとした会話で、確かあ来た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 、ここも2回目以降は多分飛ばすと思うんだけど、これみんなからメール来るやつだね。イネズイナエモン感動の釈放、どうシャバの空気は、会いに来てよね、あるいは明日私が行ってもいいけど。大家さんから来るんだな。で、たけみさん、帰ってるの、何もおかしくないんだったら、そっちに行くから、診察させなさい。なんてね、普通に会いたいだけよ。おお、大人だ。明日仕事終わったらそっちに行ってもいい？他にもまだあるよ。川上、おお、なんか大人連中から来るんだね。学校から電話があったわ。あなたが無事、釈放されたって。よかった。そうこんなさ、釈放されてよかったって展開なのにさ、普通に不倫でしばかれるってなんかちょっとやれせないよね。いないもん、みんなのこと平等に愛してるのに。平等ではないか。次回になって話したいから、明日暇だったりするかしら。あるいは、あなたが行きたいとこに行ってもいいけど。ひふみちゃん、戻ってきたようですね。お帰りなさい。会いたいです。お結構直球だな。会いたいですって。明日予定はありますか？明日予定ないっていうのもやばいけどな、彼女に。あ、じゃない、間違えた。いや、予定がないっていうのもおかしいし、予定があるっていうのもおかしいよな。予定がなかったらさ、
ああへえ、私と何にもねプランしてなかったんだ、予定あるってなったらあれってなるじゃん。まあ基本的にデートする女の子以外はもうね既読スルーするなんかこいつなんだけど、立て千早さんだね。お帰りなさい、待ってました。お話ししたいことがたくさんあります。よかったら会いたいな。明日の夜一緒に過ごしませんか。で、おあここでパーティーメンバー来たか。双葉、双葉も頑張ってくれたよ、ラベンザ戦。いや見てない人も結構いると思うんだけど、マジで MVP だった。いや、ハルと、あ、じゃあ、双葉、ハルがもう本当にマジで欠かさないレベルで役に立って、でモルガナとアンちゃん、あとスミレちゃんもかなりナイスだったね。他のみんな役に立ってなかったけど。で、双葉が、パーティーはまだ終わっていないぞ。明日が本当のやつだ。プレゼントも用意してるんだぞ。うわ、つら。プレゼントも用意してるんだぞ、つって既読スルーするの、やばくない？明日二人っきり会おう。いや、つら。で、あんちゃん、ねえ、明日もまた会おうよ。二人っきりであなたの釈放を祝いましょう。見せたいものもあるの。何を見せたいんだ。あ、見せたいじゃねえか。プレゼントもあるのよ。明日、あんたん家でいい？で、まことちゃん、他のみんなの前では言えなかったけど、二人っきりで会いたいわ。明日、ルブランに寄ってってもいいかしら。まあ、まことちゃんはね、一周目で待ったし、今回は割愛するけど。で、ハール、あれだな、双葉に続くというか、双葉と同じぐらい MVP だった。明日の夜もまた会えないかしら。あなたが良ければだけど、たくさん話したいこともあるし。ああ、なんだ、ハルはプレゼント用意してくんねえのか。なんだよ。最低の男。で、スミレちゃんが最後だな。無事に戻れてよかった。釈放されたとき、迎えに来れなくてすみません。明日の夜でもよければまた会いたいです。一人としか時間を過ごせない。誰にしようか。いや、ここでセーブさせろよな。いや、まあ仕方ねえんだけどさ。あれ？これ初めて気づいた。変身しないってのもあるんだ。あ、誰とも過ごさないっていう選択肢もあんの？なんだそれ、そんなことあんだ。いや、ちょっと迷うな。いや、ちょっと、ああ、オッケー。あ、そっかそっか。誰とも過ごさない。ちょっとこれ最後にするか。何があるんだろう。普通になんか、宗次郎とまったり過ごすみたいな感じなのかな。宗次郎ともあれなんだけどね、誠ちゃん。失った時最初の方さ、なんだバレンタインなのにお前相手もいねえのかみたいな。あ、だから直さめてくれんのかな、宗次郎が。なんならあれかな、なんかちょっと他の男連中とかともなんかあったりすんのかな。まあ いや、ちょっとそれは一旦置いといて、うん、だから今回もあれだね、クリスマス同様攻略順でいきたいと思います。順番で言うと、まあ、誠ちゃんは飛ばすから、あんちゃん、たけみさん、ちはやさん、川上、ひふみちゃん、大家さん、双葉、はる、すみれだね。じゃ、まずあんちゃんからいきましょう。待ってるよ。やった、明日の夜寄ってくね。おやすみ。いや、これが、あ、てか、そっかそっか、そう、あんちゃんはあれだよね、楽しみにしてたよね、モルガナとの件があるから。そう、まことちゃんの時はさ、宗次郎もモルガナもね、ああなんだそういうことかよみたいな感じでさ、スッとルブランを出てくれるんだけどさ、あんちゃんの場合ちょっとモルガナどうなんだろうね。今もなんかちょっとお前変われねえなみたいなこと言ってるけど、そろそろ寝ようぜ。そろそろ寝ようぜ。明日から店も手伝うんだろ。そうだね。ああ、このあんちゃんにメールしてるところは見られてないのか。で、このままバレンタインだからあれだね、夜まで飛ぶはず。飛んだ。妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ？こっち来てそろそろ1年だろ。いや、気づいてないとこあるかな。なんか双葉とかあれだけどね、ね、いないもんと付き合うことになったんだってさ、宗次郎に報告しそうなもんだけどね。双葉もそうだよ、双葉も楽しみだな。だから
総次郎がどういう反応をするか。少なくとも確実に総次郎とモルガナは今この場にいるから、あの、うん、俺なんか若い時はそりゃ、あんたでもどうされでしょう、若葉に一筋だったんでしょ。お、あんちゃん、お邪魔します。あ、かわいい、お邪魔しますね、言い方が。ちょっといい？え、モルガナどういう反応すんだ。なんだよ、そうならそうって言えよ。うん、宗次郎はね、あの誠ちゃんと時も同じ反応してたね。あと頼むわ、頼むわ。え、モルガナは？ごゆっくり。あれ、はぁ、あ、はぁって言ってら、ああ、でも素直に出てくんだな。ああ、なんか思ったより、ああ、まあ一応ちょっとだけ違ったけど、そう、誠ちゃんの時はねセリフなかったんだよね、モルガナは。ああ、でもあんま大した差分じゃなかったな、ため息はついたけど。まあでもインナーならいっかみたいな感じなのかな、モルガナも。こんばんは。まあ座って座って、コーヒーでもよかったら。あんがと。かわよ。それじゃ出所祝いパート2始めよっか。彼女として一番可愛いランキングで言ったらね、トップ3には余裕で入るからね、あんちゃんは。うん、楽しいのはいいね、やろうぜ、盛大にやろう。任せといて。って、そうだった、お祝いの前に。お、プレゼント？あの日いなくなったと思ったら少年院行きだなんて。ああ、本当に心配したんだよ。はいはい、どうも、悪いね。別にインナーが悪いとかじゃねえんだけどな。よし、許す。ああ、まあまあまあ、ああ許してくれるな。でもさ、これからは一緒に乗り越えたいんだ、辛いことも苦しいことも。もうあと一緒にいられるのも、この話終わり。1ヶ月半とかそんな感じなんだけどね、インナーはもう実家帰っちゃうから。次はお待ちかね。はい、チョコ。結構期待してた。ありがとう、チョコ。実は期待してた。あー、やっぱちょっと微妙にセリフ違うわ、近くは違うな。誠ちゃんの時は手作りじゃなくて悪いんだけどって言ってたけど、楽しみにしてたよ。いや、めっちゃ意外だった、手作り。手作りって聞いて違った時のなんかちょっと気まずさったらないよね。手作り？あ、もしかしてそっちの方が良かった？そっちの方が良かった。うん、良かったかな。じゃあ来年作るね。来年ね、私の愛情マシマシのやつ。来年か、あんのチョコレート。なんか実感する間もないぐらい忙しかったけどさ、これあれなのかな、ね、全員とさバレンタインすることはできないからさ、一週に一回じゃん、チョコレートっていうのは。だから一週目の時のさ、誠ちゃんのチョコレートは未だにインナー懐に大事にしまってあるんだけどさ、全部コンプリートするためにさ、わざわざ実習してる人とかいんのかな。だとしたらすごいよね。まあいるんだろうな、どっかに。帰ってきたんだよね、元の現実に。あのね、モデルの仕事頑張ってるよ。うん、志保ともたまに連絡取り合ってる。あんちゃん本当に普通の子なんだけど、その普通さがいいよね。応援してるよ、お前なら入れるさ。そう言ってくれるとすごい勇気出るね。うん、隣行っていい？隣座るのはみんな同じなんだな。どうしても前の本命の子と比べちゃうよね。向こう帰るんだよね。ああ、ああ、はいはいはい、ここの話もするんだな、帰っちゃう話。あ、ちょっと違う、誠ちゃんの時はさ悲しいっていうのと、あとお前も一緒についてくるって二択だったんだけど、あんちゃんの場合あれだ、寂しいか遠距離恋愛になっちゃうね。する、うん、まあする気はあるんだろうけどさ。いや、ひでえ男こいつマジで。だよね、寂しいよ。住む距離が離れたって心はそばにいるし。いや、遠距離や恋愛難しいよ。でも本当にマジで辛い。いや、まあできる人はできるんだろうけどね。俺のすごい仲いい友達もさ、
国またいでるレベルの遠距離恋愛をさ数年やってるやつがいてさ、いやー感心しちゃうよね。俺は絶対無理だった。私さ、怪盗団結成した時はもう志保みたいに苦しむ人を出したくないって思ってた。うん、でもね、今はそれだけじゃないんだ。怪盗としてじゃなくて、私自身の力で救いたい、っていうか幸せにしたいって思える人がいるの。あ、なんだよ、英語だと結構いい感じのこと言ってんだけどね。パンサーとしてではなくアンとしてって。あ、今のを入れてほしかったな。幸せにしたいね。でもそれってもしかして、はい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 、さて誰でしょう。いや可愛いよな。いやなんか直球なのいいよね。ほんと素直に、なんだろう、気持ちを伝えてくれる感じ。まあ他の彼女も多分まあなんかそんな感じはするんだけど、わかりやすくはっきりと口にするから、なんかね、主人公目線だとちょっとドキッとしちゃうよね。ああ、でもこんぐらいのイベントなんだよね。だからまあ全部で2分、まあ、実況をしてても3分ぐらいか。はい、でここで先に進んでしまうと多分だけど修羅場イベントになっちゃうので、ここでまたトーチ行ってまたゲーム再起動します。だからあれだね、あのクリスマスと同じパターンだね。いやーでもスキップ投げんだよな。まあだからあれかな、今はさね、画面も音も映してないけど、ペルソナ6がね、いずれ出て、その時になったら多分配信制限解けると思うんだよね。だからその時にまたちょっと編集し直してちょっとアップするやもしれないです。それが何年後の話になるか分かんないけどね。そこは正直ちょっとめんどくさいなと思っているんだけど、まあそれを置いといて、次はじゃあ武見さんだね。武見さんは確かね、まあ、今回もね、あんちゃんの次ぐらいに、まあ女性陣の中では2番目にレベル10に到達したと思うんだけど、普通に1周目でさ初めて10になったのって確か武見さんだった気がするんだよね。ちょっと思い出深いキャラクターではあるね。はい、じゃあ武見さんよろしく。若い時はそりゃ、いや宗次郎が若い頃の話とかのスピンオフ欲しいよね。全然買うよ俺は、ゲームで出したら。おい、できましたね武見さん。こんばんは。あ、ちょっと珍しい格好してない？なんかね、傷が入ったタイツじゃない、赤いスカートにタイツ破れてないし、割と結構ちゃんとした格好してる。まあ真冬にする格好ではないような気がするんだけど。出直してきた方がいい？出直してきた方、ちょっと宗次郎に対する気遣いが宗次郎の顔ちょっと面白いんだよな。ん？みたいな顔しててさ。なんだよ。ああ、そうならそうって言えよ。別になんかそんなこれで言ったこと言わないんだな。あと頼むわ。宗次郎はじゃああれかな、双葉の時だけちょっと違うこと言うのかな。別にあれなんだ、年の差えぐいぐらいあることに対してのコメントはないんだね。インナーが17ってことを考えるとね、ま、俺は武見さん若くても20代後半だと思ってるから、下手したら倍ぐらい年の差があるんだけど、それは別に宗次郎は気にしねえんだな。元気だよ、今コーヒー入れるね。じゃあ改めて久しぶりだね。パッと見異常はないみたいだけど。そこそこ今更だけど、あれだな、パーティーメンバーはついさっき会ったけど、大人連中は本当に数ヶ月経ってないのか。まあまあ悪くないよ。うん、ぼちぼちかな、会いたかったよ。それはこっちのセリフ。こっちのセリフ。獄中自殺の次は少年院で年越しなんて、事後報告じゃ済まされないよ。いや本当にね。そうか、獄中自殺の件もあんまりしっかりは知らなかったのか。確かにメールでちょっとチラッとやり取りしただけだったもんね。あ、まあ診察所自体は行ってるんだけど。悪いね。ほんと目が離せない人だよね。それじゃあ本題ね。うん、はい、これ。お、プレゼント。たけびのチョコレート。チョコ。
危ないものは入ってないから安心して。安心、いやまあそっか、あなただったら入れかねないか、危ないもの。大事に食べるよ、手作り。あーこれー、このイベントできてよかったぜ。メタ的な発言。手作り、残念。そういうの望んでた。うん、なんかあれだな、まことちゃんの時もそうだけど、手作りはダメなんだね。なんだろう、まあ10人の中できっちり料理できるのってあれだよな、まことちゃん、すみれちゃんぐらいかイメージだけど。大家さんもなんか自炊するみたいな話してたけど、例の新薬の前に話した女の子ね、はい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 、順調に回復しているらしいの。美和ちゃんね、よかったよかった。普段の仕事もうまくいってる。すっかり町のお医者さんってわけ。よかったな、この人も。そうだよな、まあね、コープのみんなそれぞれ何かしら抱えててさ、なんかね誤解されてるような感じがあったけど、竹見さん結構不遇だったもんな、技量もあったのにね、ミスを押し付けられて、で転居した先でもね、やばい医者って噂立てられてさ。それよかった、似合ってるよ。どうも、気がかりなのは君の安否だけだったけど、こうして出てこれたし、その心配もなさそうだね。気がかりなのは君の安否だけだって言ってるけど、他に女がいるってことを疑ってないのな。あ、そっかそっか、はい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 、大人連中にはちゃんと、そっか、行っちゃうってことを話すパターンあるのか。どうかした？いや、帰っちゃうんすよ。あ、びっくりしてる。そう。あ、悲しそう。隣いい？あ、ここで隣。はいはい、もちろんもちろん。大人連中は多分もうちょっと迷いはないみたいだね。しっかり反応するんだな。反応するとか割り切るんだな。どうなんだろう。一応それまでは楽しもうみたいな感じなのか、向こう行っても一緒に。いや、大人だったら分かるはずなんだよ、遠距離恋愛の厳しさ。学生はねちょっとまだね夢見がちだから、うまくいくみたいな風に思うかもしれないけど、うん、あーでもインナーとしてはあれだな、もう続ける気満々なんだな。うん、会える時に会いに来るよって。寂しくなる？会える時にすぐにすっ飛んでくるよ。落ち着いてからでいいよ。ああ、まあ向こうも続ける気はあるんだな。でも何かあったらすぐ連絡しなさい。まあゲーム的なあれだよな。そっか、じゃあこの関係はここで終わりにしましょうっていうのもなんかちょっと後味悪いか。そういえばだけど、君なんか雰囲気変わった？雰囲気変わった、まあそれは無償経験したら誰だって変わるんじゃないの。少し合わなかっただけなのに、前よりもいい顔してる気がする。いい顔ね。まあまあまあ、最強のラベンザを倒した後ですからね。あとまあマルキ先生もね。マルキ先生をおまけにするのやめろ。ああ、でも変わったといえば私もかな。こう、あなたも。ああ、恋を経験したからか。インナーと医者として患者を救いたいって気持ちとは少し違う。私自身の全てをかけてその人の助けになりたい。今そういう気持ちが自分の中にあるんだ。はいはいはい。相手が誰かは言う必要ないよね。あれだ、アンちゃんとマコトちゃんの時はそれってまさかってセリフがあったんだけど、もういきなり出てきた、タケミさんは。あ、はいはい、ちょっと違うんだな。てんてんてんっていうのと、うん、わかるよ。年下になんて全然興味なかったのに。ああ、そうなんだね、年下には興味がなかったと。いやまあいんなみたいな、もう外見も中身もイケメンなやつがいたらそりゃあね、異性だったら惚れちゃうよね。異性じゃなくても惚れるもの。はいはいはい、まあやっぱりあれだね、クリスマスの時と同じで、やっぱ大人連中はちょっとだけ学生連中と違うね。違いました。本当ですか？まああなたが言うならお前が言った。お前が言ってきたんだろう。明日楽しみにしてますね。一応メンツを保とうとしてるんだな。千早さん。ごめんください。千早さんも結構可愛い格好してるな。紫のジャケット、いやなんか似合ってる。いいぞ。なんか結構生かすというかなんだろう。シティっぽいスカーフも巻いてる。もう妹を言えねえな。あ、
なんだよ。あと頼むわ。はい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 。ごゆっくり。モルガナたちはもうすっと。こんばんは。いや理解あるよね。理解ある相棒、理解ある保護者。千早さんこんばんは。コーヒー入れるね。ありがとうございます。お久しぶりです。元気にしてましたか？千早さんはあれかな、占いとかでいいな、多分まあ大丈夫だろうなっての分かってたのかな。ああまあぼつぼつだね。そっちは？まあそんなによくはなかったかな。よくはなかったわ。そんなによくはなかったな。そうですよね。いろいろ大変でしたもんね。まあ素直に言っとこう、ここは。うん。こほん。占いで妙な暗示が出たと思ったら、突然囚われの身だなんて。うん。私心配したんですよ。ああどうなんだろう、占いでなんか中途半端に情報が入るからこそ余計に心配だったのかな。ごめんね。はい、本当はちゃんと帰ってこられることも占いで知ってたんですけど、ね、なんだなんだ、そうなんだね。まあでも運命が変わるっていうのはね、インナーとのコープで分かっちゃったから 100% ではなかったのかな。でも、うん、知ってても心配は心配です。あなたに何かあったらと思うと、うん、あ、すみません、こんな運気の落ちるようなことを言いに来たんじゃなくてですね。運気の落ちること、まあそうだな。お、プレゼント。はい、こちらをどうぞ。みんななんか結構箱みたいな感じだったけど、千早さんはあれだわ、なんかおしゃれなバッグに入ってる。バッグというかなんだろう、パッケージ、チョコレート、何これ、嬉しい。何これはねえだろ。何これはひどいだろ。何これ、今日何の日だか知ってます？知ってるけど。ほらバレンタインデーですよ。いないもあれだとすっごいダサいぞ今の。バレンタイン知らないふりしてるの。お前は知ってるだろ絶対。占いの仕事続けてますよ。もう会長とは関係ないとこですけどね。なんかユースケみたいなタイプとかだったらワンチャン本当に知らないみたいなパターンはあると思うけどさ、よっぽど変人じゃない限りバレンタインを意識しない日本男子なんていないでしょこの世に。それはよかった、お前なら千早さんならできると思ってたよ。はい、少しずつですけど私を頼ってくれるお客さんも増えてきてるんです。うん、まあ客からすればあれだからね、別にこの占い師がどこの教会に属してるとか別に知ったこっちゃないもんね。あ、でもあれですよ、どんなに忙しくなっても、あら、あなたとの時間は最優先ですから。最優先にしてくれる、引っ越しちゃうんだけどね。占い師だからって人の恋愛相談ばかりに時間を取られるわけにはいきません。可愛いこと言うな。千早さんに伝えるべきだろ。帰っちゃうんすよ。え、隣行きたいです。はあ、やっぱあれだな、大人連中は帰っちゃうんですよ伝えた後に来るんだな隣に。タケミさんと同じパターンであれば、もうすぐ帰っちゃうんですね。もうインナーがそれってもしかしてっていう前に頭を肩にポンって置くけど、ごめんね急で、会いに行くよ。約束ですよ、私待ってます。正直に言えば寂しいです、まあ、いないもんみたいな。寂しいですけど有料物件手放すわけにいかないよな。なんかいないもんはさ、なんかさ普通な人生を送らなさそうではあるよ。確かになんか普通に大学に行って普通に一流企業に勤めてみたいな、そういう感じの人生でないだろうけど、絶対になんとかなるもんね。もうメトリックスターだし、絶対にね、だってヤルダボートもマルク先生も乗り越えてんだからさ、もうこの世でインナーが乗り越えれないものってそう多くはないはずだからね。あなたが決めた道なら応援します。離れてても私がついてます。ああ、ありがとう。会った時から気になってたんですけど、あ、少し雰囲気変わりました。ああ、はい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 、身にまとうオーラの色というか。へえ。あ、千早さんが言うんだから本当なんだろうな。オーラの色が違うって言ってんだよ。少し会ってなかっただけなのに、なんだか不思議な感じです。うん、そうか、どうだろうね。
はぐらかしましたね。はぐらかした。でも変わったといえば私も、ほう、占い師として誰かを助けたいって気持ち以上に誰よりも幸せにしたいって思える人がいる。もうこの要は言いないも優先するよっていうセリフはみんな共通であるんだな。その人のためなら化け物って呼ばれたこの力にも感謝したいって思えるぐらい。その割にはあなた5000円いちいち取るけどね、まあ、いいけど。あ、でも千早さんこれあるんだな。それってもしかして言わずもがなというやつですよ。うん、あなたとならどんな運命も超えていける。千早さんあれだな、終始ね敬語を崩さなかったけど、もうちょっとね方言で喋ってほしかったよね。せっかくそういうね設定があるんだから。占わなくてもわかります。なんかラムちゃんっぽい喋り方してたよね。はいはいはい、千早さんおしまいね。じゃあ次はよし、じゃあ次は川上だね。川上、あ、ちょっと飛ばしちゃった。でもなんかご主人様楽しみにしてますにゃんみたいなこと言ってたな。この辺はサクッと飛ばして川上。こんばんは。あれだな、色合いは変わってないけどなんかちょっといいジャケット着てる。いいな先生。あ、ちょっと違う。そっか、先生って知ってるもんな。先生この掃除の顔、の、あ、本当にあるんだ。いや、セリフと違う。あ、こういうパターンあるんだな。まあまあ、そっか、そうだよな。川上のこと知ってたらそういう反応になるわな。あ、よかったぜ。あと頼むが。あ、ちょっと違う。ごゆっくり。あ、ごゆっくりじゃなくて、うん、ごゆっくり。ちょっと動揺してる。これちょっと双葉の時相当あてふてめく映像が見えますね。コーヒー入れますね。ありがとう。お、ちょっと声が優しいぞ。やっと帰ってきたんだね。直接姿見たら実感したよ。よかったな、ご主人様のお帰りだよ。心配かけてすまなかった。会いたかったよ。いや、これはちょっとご主人様のお帰りだよって。お帰り。ああ、もう普通に茶化さずに返してくれた。問題児だとは思ってたけど、まさか出頭するなんて私それ聞いて年がいもなく号泣したんだから。号泣、号泣したんだ。はあ、ごめんなさい。罰として反省文をと言いたいところだけど。ああ、君なりの考えがあってのことだもんね。うん、許す許す。ああ、やっぱ、いや、やっぱ川上いいな。いや、いいわ。やっぱちょっと違うわ、他のコープと。なんかね、執筆者のちょっと熱の入れ方が。じゃあ本題。まあ別に他のコープが悪いというわけではないんだけど。特製のチョコ。特製、冷めないうちに召し上がれ。特製、あ、手作りっていう質問がない。え、手作りなの本当に、すごいじゃん。溶けてる、愛で作ったか。溶けてる、溶けてるとは。まあ、チョコ自体じゃなくて、ああ、私の愛情がってこと。お、愛情がとか言うんだな。川上のチョコレート。改めて元気そうでよかったよ。今ちょっと目こすってたな。こっちもね。この時期は卒業式とか入学式の準備で、はい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 。ああ、そっか、先生ってそうなのか。まあ、そうだよな。忙しい分君のことで悩まずに済んだから助かったんだけど。ああ、隣行っていい。隣に来ましたけども、来月君地元に帰るじゃない。知ってるんだな。まあそうだよな、さすがに届きはもう出してるよな。もう同じ学校じゃなくなるね。またすぐに会えますよ。もうあなたの生徒じゃなくなっちゃいますね。それはもうそうだけど。ああ、そっか、いろいろ複雑だね。もう教師と生徒っていう立場じゃなくなるんだな。まあ年の差はえぐいことには変わらないけど。君少し雰囲気変わった。やっぱ大人連中はみんな気づくんだね。あんちゃんとかまことちゃんとかあんまり気づいてる感じはしなかったけど。言動とかじゃないんだけど、
なんだろう。まあザワールドを手に入れて、ラベンザも倒し、マルキ先生も乗り越え、まあどれか一つというよりかは全部あさってちょっと変わったっていう感じだよね。まあ、あそっか、人は変わるものだよね。明智もいないしな。はて、教師とか生徒とかそういう立場抜きでさ、何に変えても幸せにしたいって思える人がいる。ほう、こういう特別な気持ち、まあ、今までなかったから。あーそうなんだ。なんか川上はね、なんかワンチャン交際経験ありそうだなって感じはするんだけど、なんかちゃんとまともに愛してるのは今回が初めてみたいな感じなのかな。それってもしかして幸せ者だよね。幸せ者、いやそれはそうだわ。いやちょっと川上、別に今みんなもそうなんだけど、ちょっと特に川上に対してはちょっとね、一途でいてもよかったかなって思えるぐらい今夜は好きだな。もう少しこのままで。まあこれもね100回ぐらい言ってるけど、最初との落差がね、落差というか落ちてないから、なんだろう、高低差っていうのかな、最初の印象が最悪だったからこそ余計にね、いいよね。はい、で閉じますと。いやちょっと川上のチョコを受け取ったまんまにしたかった気がしないでもないけど、ちょっとみんなにフェアであるためにね。ひふみちゃん、うちで話そう。まああなたがそういうのであれば、なんでこんな消極的なんだろう、自分からぶっかけといて。すみません、ひふみちゃん、これ前見たことあったかな、なんかこのちょっと珍しく結構派手な格好してるけど似合ってるみたいなコメントした記憶あるわ。この赤のジャケットは初めて見るけど。なんだよ、そうならそうって言えよ。この子がパーティーメンバーだった世界線も見たいよね。結局だからさ、ユウスケがさ違う学校に行ってるっていうさ設定があんま生きてないのってさ、ひふみちゃんがパーティーメンバーじゃないからってのもあると思うんだよね。ね、中心ってないの本当にただユウスケのだけでさ、ちょっと微妙な感じになっちゃってるね。あと頼むわ。はい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 。まあやっぱ大した反応しないよな。ごゆっくり。こんばんは。こんばんは。コーヒー入れるよ。コーヒー入れるよ。ありがとうございます。お久しぶりです。なんだそのキリッとした顔は。会いたかったよ。騙されませんよ。騙され、ああ一応怒ってるつもりなのか。騙されませんよ。私心配したんですから。はい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 。本当にあなたという人は、あ違うんです。お説教したかったわけじゃ。うん、今日来させてもらったのはこれを渡したかったんです。あまりうまくはいきませんでした。あまりうまくいかなかった。お前も手作りなのか？お、意外な人から手作りチョコ来たな。チョコレート？嬉しいよ。一個一個噛み締めて食べるね。ありがとうございます。味はあまり期待しない。ああ、なんかちょっと意外な人からなんか料理しなさそうな感じがするもんね。ああ、ちょっと嬉しいな。なんかちょっと無難になりそうとか言っちゃったけど、なんかこれはもうすでに他と違うから、これこの時点で結構満足だわ。心配でしたけど、お元気そうでよかったです。そっちは？私は相変わらず八百長姫って言われてます。ああ、今そんな感じになってんだ。八百長姫か。悪役ですね。悪役ね。まあ、ちょっと顔がキリッとしてるから余計にちょっとそういう印象を与えちゃうんだろうな。けど正直、変にアイドル扱いされてたからより、今の方が気楽でいいです。あ、そのアイドル扱いよりヒール扱いの方が心地いいって感じも、なんか怪盗団適性はあったと思うんだけどな。これからも私は一流の騎士を目指していきます。うん、そうね。ここもちゃんとさ、ユウスケとさ明確にさ共通点があるじゃないね。ユウスケはトップというか、まあ、美術の極みを目指していて、ひふみちゃんもプロの衝撃騎士として成り上がりたいっていう気持ちがあるからさ、まあなんだろう、誰を外すかって言ったらさ、誰も外せないんだけど、みんな欠かせないから、なんかちょっと関わってほしかったよね。その、あなたの隣で。あなたの隣で、ほっ。ああ、でもそっか。あの、
しました。そっか、コープの男じゃねえや、女の子の中で年同じなの、あのあれだよね、パーティーメンバー以外のコープの女の子の中だと唯一年が同じぐらいなのってひふみちゃんだけか。どういう反応するんだろう。入っちゃうんすよ。そうなんですね。そうなんよ。隣いいですか。いいよ隣。こうしていられるのもあと少しなんですね。急なニュースでごめんね。あ、へえ、一緒についてくるって誠ちゃんでも言ってたけど、二人目がまさかひふみちゃんとな。ついてくる？ぜひ。ぜひ。まあ冗談だろうけど。と言いたいところですが、そう簡単にはいきませんよね。まあね、まだ親御さんの元だし、何より将棋棋士としての夢があるからさ。人というものは変わっていくものなんですね。あなたも私も。どういうこと？変化？あなた少し変わった気がします。ここは同じだな。雰囲気というか、うまく説明はできないんですけど、もちろんいい方にです。私も変わりました。あなたに会うまでは一人でいるの苦じゃなかったのに。わあ、みんなと会うまでは一人でもよかったと。まあそうだな、もともと一人で刺してたもんね、教会で。まあ神父さんともたまに刺してるみたいな話してたけど。それと一番変わったのは、おお、誰かのために本気になって、自分から結構おとなしそうに見えて結構ガツガツくるな。インナーの了承を取ら、まあ店に誰も了承を取ってないけど、インナーがなんかそういう答えを出す前に肩に頭ポンしてきたね。その誰かのために何だってしてあげたいって思える、そういう気持ち初めてなんです。こっちもだよ。それってまさか、察しが悪すぎる。ここまで本気にさせたんです。待ったなんて許しませんよ。本気ね。いやまあ俺も本気だから、ひふみちゃんに対してはね、誠心誠意付き合ってるつもりだから。はい、終わりましたね。はい、次。よし、オッケー。じゃあ次は大家さんだね。よし、じゃあ大家さん、ほんと？じゃあ夕方にはそっちに寄っていくね。オッケー、大家さん、こんばんは。おー、ちょっとなんかみんなと違ってなんかめっちゃおしゃれってわけじゃないけど、これもなんか大家さんらしくていいな。なんか赤いジャケットみたいなのにジーパンできた。スニーカーもか。で、あれ？取り込み中？ういっすって。この総次郎がさ、そうならそうって言えよ。インナーがコツコツとさ、女の方に歩いていくたびに総次郎がなんかちょっとさ、ん？みたいな顔しててさ、あのね、UI の方でね、ちょっと面白いんだよね。あと頼むわ。はいはいはい、ごゆっくり。ういっす。空気読める人大好き。そっちに惚れんのよ。コーヒー作るね、ちょっと待っててください。ありがとね。久しぶりだね。本当に久しぶり。いやでも総次郎のことをいい男と見なせる女は俺の中でかなりポイント高いですわ。調子どう？心配かけてごめんね、会いたかったよ。私もそうじゃなくて。ああ、一応怒るパターンは来るんだな。気づいたら彼氏が少年院行きで、出てきても音沙汰なしって。彼氏が少年院行きってさ、結構のパワーワードだよね。いくらなんでもマイペースすぎるっての。同い年ぐらいの子が言ってても結構おおって感じなのに、それはね、年の差倍ぐらいの人が言うとなかなかね。ごめんね。素直に謝られるという思い。まあ無事だったから良かったんだけどね。はい、じゃあこれ仲直りの印に。結構なんか高そうのチョコだぞ。いやもちろん
学生連中とかなんか普通の箱のチョコくれたけどさ、まあ、手作りじゃないやつ、これは明らかに手作りじゃなくてなんかゴディバとかそういう感じのいい箱だ。これは黒いんだよね、黒くてね、あのなんか細長いんだよ。中身はチョコ、結構いいやつだからね。あ、やっぱそうだよな、結構いいやつだって。もやさん結構残業してお金持ってるはずだからな。仕事の方だけど結構順調にやってる。ほう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 。この前ね、会社から政治部に戻れって言われたんだ。はい、あー、いやこういう話大事だよ。政治部に戻れたんだ。あの記事のおかげで発行部数に貢献したからって。へえ、さすがいちこだ。まあ君のおかげでもあるんだけどね。結構あれだよね、大家さんのことはさ、みんな結構しっかりといちこって呼ぶよね。私の活躍これからも隣で見ててよ。ララちゃんですらそんな言い方しないのに。ああ、そうだな、帰る話をどうかしたしないとな、もう帰っちゃうんすよ。そっか。ああ、でもそっかなんだね。隣、離れ離れになるのに迷いはないって顔しちゃって。まあ迷いはないな。そうだな、ごめんね急で。また来れるときに来るから。ありがとう。でも無理はしないでいいからね、うん、今度はいつでも連絡取れるんです。そうだな、まあここ3ヶ月ほぼ全く連絡取れてなかったから。やっぱり君なんか雰囲気変わった。やっぱ大人連中というか、まああれか、怪盗団のみんなはね、一応マルキ先生攻略するまでは一緒にいたから、あんま大した違いをね、あんな大した違いに気づかないけど、大人連中は本当に会うのがかなり久しぶりだから。お勤めしてきたせいか。あ、ごめん嘘だわ。それともクリスマス会ってるわ。他に何かあった？いや、どうだ、クリスマスの時点でもすでに理想の現実に途中にしてたのか。いや、でもそうだよな、だって明智がもう生き返ってる時点でさ、明智が実は生きてましたってところから始まるから、クリスマスイベは。あれ、だからクリスマスイベもなかったことになってんのか、みんなの中で。どうなんだろうね。まあ、いや、ちょっとどうだろうね。ま、詳しい取材はやめとくよ。うん、変わったといえばさ、私もかも。ほう。今まで仕事第一って思って生きてきたけど、でも最近は仕事と同じくらい大切な人ができたんだよね。信頼を裏切るのが辛い。何だってしてあげたいって思えるんだ。なんだってね。それってもしかして、さあ誰だろうね。あ、まあでも大家さんなんかいいよね、なんかちょっとこのポップでカジュアルな感じ。離れてたってそばにいるから。うん、まあなんだろう、ビジュアルは正直そんなに好みではないんだけど。たまには私のことを頼んなさいよ。こういう付き合い方もなんかちょっと憧れるよね。ラブラブって感じじゃなくて、まあラブも入ってるけど、なんか友達みたいな、仲のいい友達みたいな感覚で付き合うの、いいイベントでしたね。やっぱり大家さんはなんかね、期待値が、まあ言っちゃえばあれだけど、ちょっと低いからこそ、ちょっとあ意外と良かったなっていう、いい意味での裏切りがあっていいですね。よし、ふーたば、よし、じゃあ明日お前の場所を侵略してやるぞ。Time to make like a tree って、これあれかな、サラダバーの英語訳かな、サラダバー。さーて、マイメンはどういう反応をするか。っていうか、なんかワンチャンマイメンもどういう、なんか同案しそうじゃない？妙によ。さすがに、さすがに何もしないか。いやでも、てかあれだよな、そもそも双葉が来ても、おっし、特に別に違和感ないからな。お、双葉どうしたんだみたいな。あ、お仕事まだ終わらない？終わらない？どこで気づくんだ、総次郎は。俺には義理もなかったってのに。あ、お、意外と好意的だぞ。てか、なんなら嫉妬してるわ、総次郎、俺には何もなかったのにって。お、意外と、まあ、その、あ、まあ一応ちょっと気こちないけど、なんか場の勢いでダメだからな。あー、でも、あー、ちゃんと
素直に祝福してくれるんだな。あーにゃふふ、おー、モルガナも反応した。にゃふふふって。そっか、まあモルガナもなんかね、宗次郎一家の一員でもあるもんね。宗次郎がパパで、ね、それでインナーで、双葉が妹で、モルガナがペットみたいなね。そっかそっか、そうだよな。モルガナはちょっとここで反応もするのか。まあなんかモナメモナメ、まあ、ちょっと面白さ的な話を言うのであれば、宗次郎にはもうちょっと怒ったりしてほしかったけど、あーなんかいいな。てかなんとなく察してたんだね、そんなに驚いてないあたり。まあコーヒー入れてるからよ。うん、久しぶりなせいか、なんか照れるな。双葉もあれだよ、可愛いよね、これ帽子にこのセーター、まあ、いかにもゲーマーって感じの格好だけど、久しぶりだね、可愛いね楽しもうよ、可愛いね。うるせえそら、ついでに言わせてもらうとな。なんだ、怒るとかね。ああ、まあ、そっか、あれか、あんちゃんも怒ってたか、そういえば。お前がいなくなった時な、めちゃくちゃ怖かったんだぞ。まあ、そっか、一応あれだもんな、考えてみりゃパーティーメンバーにすら何も言わずに行こうとしたもんね。だってパーティーメンバーと別れた後にさ、サエさんに話持ちかけられて、本来であればそのままついてて出頭するはずだったから急にだったもんな。本気の本気で心配したんだぞ。川上みたいに号泣した？ごめんね。うん。許して信ぜよ。許して信ぜる。ごめん。でも仲間として、あと彼女として。彼女として。ちゃんと言っとかないとなって。いや、冒頭でもさ、あんちゃん彼女として可愛さトップ3って言ったけど、双葉もだな。なんかね、彼女ってすごいさ念をしてきたりするあたりとかもさ、解釈違いで悪いけどね、いまだに。でもまあこんなに幸せそうにしてるとなんかちょっとまあいいかって思っちゃうよね。これからは辛い時も一緒にいさせて。はあ、か、あ、今のちょっとグッときたな。辛い時も一緒にいさせてか。じゃあこの話はここまで。あ、チョコくれる？あと次のプログラムはない。プログラム、チョコだ。お、バレンタインデーだからな。めっちゃ可愛いじゃん、モルガナ型の袋みたいなの用意してる。美味しそうだねコメントする？嬉しいね、すごい頑張ったね。いや、これ頑張ったでしょう、多分これ手作りでしょう、このモルガナ人形。まあ私なりにな、クオリティの保証はしない。あー、なんか双葉はねちゃんと用意してたって言ってたけど、いや、ちょっとこれもらってあげられないのすごい残念だな。めっちゃいいじゃん、このモルガナ型のチョコ。モルガナ、なるほど。元の現実、帰ってきたんだよな。モルガナ型のチョコというか、モルガナ型のケースの中にチョコが入ってるのかな。で、なんかセリフ的にそのチョコも手作りっぽいけど。あれなのかな、宗次郎に手伝ってもらったりしたのかな。だからそんなに宗次郎もびっくりしてなかったのか。けどやっぱり帰ってきたのは間違いじゃないと思う。ああ、まあ双葉が言うんだったらそうだな。多分理想の現実を一番楽しんでたのは双葉だと俺は勝手に思ってるからね。お母さんも生きてて、宗次郎とも一緒にいてさ。私も私なりに前に進んでるつもりだ。応援してるよ。うん、期待しててくれ。うん、ねえねえ、ねえねえ、近くオッケー？近くオッケー？いいよ。いや、可愛いんだよな。来月帰っちゃうんだよね。うん。おお。まあ一つはさっきからよく言ってる寂しくなるっていうのと悲しいっていうのと、もう一つが離れたくないよって。おお、こんな弱みを見せるの初めてかもしれんな。離れたくないな。うん、私も同じだ。まあ、でも双葉の場合そうだよな、恋人兼妹だからね、余計にね辛いよね。
でも止めたりしない。うん。これ思い切って言っちゃうけど、怪盗団に入った時はお母さんが死んだ理由を知りたいって気持ちがほとんどだった。ああ、別に思い切りというか、まあ言ってたじゃん、海の時もね、お母さんのやった犯人を捕まえたいって。それでね、今はもう一つ気持ちがある。もう一つ気持ち、なんだろうな、誰に対しての気持ちだろうな。怪盗としてじゃない、私自身の力で助けたい。誰？それってもしかして？誰のことだろうな。誰のことだろうな。なんか双葉はね、双葉はなんか年下であり妹であるから、なんか肩に頭ポンと置いてるのなんかすげえわかるわ。これからもよろしくな。はあ。ああ、いいイベントだった。いや、結構コーツつけがたいな。みんなのイベントちゃんと面白いぞ、全部。まあ、ちょっと残念ながらこれもやり直しさせてもらうよ。悪いな、双葉。春どこ？いた。春に対してはどうだろうね。まあ、何もなさそうだけど、でも一応春はね、コープの中でさ、宗次郎にコーヒーについて聞いたりとかさ、してるから、他のメンバーと比べたらまあちょっと接点はあるのか。ていうかさ、こんばんは。宗次郎はチョコの件知ってたならさ、いないもんがこれ他の女呼び出してるの見てさ、何を思ってんだろうね。あー、双葉みたいな。本当どうなんだろう。それはそれとして、春やってきましたと。いつものなんかね、漫画家が、昭和の漫画家がかぶってそうな帽子のピンク版みたいのかぶってやってきてるけど、まだお店？なんだよ。ああ、まあまあまあ、そうならそうって言えよ。変わんねえな。あと頼むわ。ごゆっくり。うん。にゃふふ。あれ？あ、にゃふふって言ってる。なんだあれ、まこちゃんの時も言ってたっけ、にゃふふって。あんちゃんの時ははーって言ってたけど。ごめんね、疲れてるよね。あれ、まこちゃんの時も言ってたかな。なんか飛ばし、ん、あれ言ってたっけ。なんかすって歩いてったような気がしたんだけどな。なんで春の時は、双葉はわかるんだけど、なんで春の時もなんだろう。まあいいや。どうしても二人きりで会いたくって。そうだな、こっちもだよ。元気？心配かけてすまなかったね。気に謝られちゃった。あ、そっか、そういうパターンもあるのか。怒られる前に謝っちゃったから。あなたがいなくなったあの日、私本当に怖かった。どこかに行っちゃうんじゃないかって。ごめんね。うん。あのね、はい、チョコレート。おお。一応手作りだよ。一応手作り。あ、春がね、一番メンバーの中で金持ってるから、めっちゃ高級なチョコとかだもん、おかしくなかったと思うけど。そっか、あなたが手作りか。じゃあ手作りでやってきたのは、ひふみちゃんと、双葉と、春か。意外っちゃ意外だな、メンバー的に。ありがとう、大事に食べるよ。あー、栽培したカカオで作った？そんなことはないだろ。さすがにカカオは栽培してないんだ。うん、いくらなんでもな。でもそれもいいかもしれないね。来年は期待してて。おお、来年は期待してて。修羅場体験した後にもそう言ってくれるかな。今さらだけど帰ってきたんだよね、元の現実に。うん、あー、まああれだな、双葉もそうだけど春もだな。お父さん、優しいお父さんと一緒に楽しく過ごしてたから。そうだ、まだ言ってなかったけど、やっぱ肉親が生き返る系やっぱ強いよね。あんちゃんはさね、志保は言うて現実でも死んでないからさ、そんなだし、リュウジもまあ足痛めてとか、まあ鴨志田にやられて陸上部できなくなってるけど、別にお母さん死んだわけでもないし。私ね、
奥村フーズに内定もらったの。あ、そうなの？大学に通いながらだけど。めっちゃ大事な話じゃん。え、奥村フーズの内定。まあいかに社長令嬢といえどもさ。あ、喫茶店の夢は諦めてないよ。あ、まあ大学に通いながら行くんだな。あ、いいじゃんいいじゃん。でもまずは一社員としていろいろ勉強させてもらうつもり。社長令嬢ってすごい扱いづらそうだけどね。まあまあでも厳密には社長令嬢じゃないか。もう社長いないし。応援してるよ。春なりできるさ。ありがとう。隣行っていいかな。あ、もちろんもちろん。突然ごめんね。でもこうしてるとなんか落ち着く。落ち着くね。来月ご実家に帰るんだよね。帰っちゃうね。そうだね。悲しい？怒ってる？怒ってる？なんで？なんで春だけ？いやっていうより、あ、いやか。寂しいかな。でも止めないよ。うん。なんかノーマルエンドだとなんかみんなねグタグタながらもみんな結局一緒に居続けるみたいな感じだけど、一応ロイヤルエンドだとみんなそれぞれね、それぞれの生活をしに行くもんね。春と誠だけなんかちょっとルームシェアするかもみたいな話してたけど、お互いに決めたことだもん。頑張ろうね。あのね、私、怪盗団に入った時は困ったり苦しんでる人を助けられる存在になりたいって思ってた。それこそ昔憧れてた正義のヒロインみたいに。正義のヒロインね。ああ、だから美少女怪盗だったのか。今はそれだけじゃないんだ。別に美少女怪盗にヒロインっていうワードは入ってないけど。正義のヒロインとしてじゃない。私が自分自身の力で助けたい。それってもしかしてさあ誰でしょう。春は帽子があるからちょっとインナーの鼻にツンってしてそうだな、帽子の先っちょが。あー、でも可愛いイベントだったな。そっかそっか、奥村フーズの内定の話はちょっと結構大事だったな。いやー、やってみるもんだね。大家さんもね、政治も戻れたりとかさ、結構なんかさらっと結構とんでもないこと言ってるよね。かなり大事な話だと思うんだけど、それバレンタインやらないと知れなかったもんね。スミレちゃんやって、でスミレちゃんが終わったら本当に最後だね。いや、さすがにイベントあるよな、あるよな。いくらなんでも普通に何もしないまま終わるってことはないよな、いくらなんでも。よし、さあでどういう感じで来るかな。スミレちゃんだけでもすでにあれだもんね、テレサブンがさね、他のみんなと比べると明らかに動揺してる。テレというかもう顔真っ赤になるからさ。告白イベントもそうだったし、ね、服褒めた時もめっちゃ照れてたし、またそういうのが見れたりするのかな。てかどっちで来るんだろう、メガネで来るかな。妙に女連れ。別に何だろう、かすみちゃんの格好してるのもさもちろん好きなんだけど、俺は何だろう、メガネの方が。ああ、まあでもまああれだな、かすみちゃんの。ああでもあれ、こんなリボンしてたっけ。なんかさ、赤いリボンじゃなかったっけ、今まで。こんな緑の感じだったっけ。夜分遅くにすみません。まだお仕事中でしょうか。いや、そんなことないよ。なんだよ、そうならそうって言えよ。うん。お、モルガナなんか言う。頼むわ。にゃふふふって言う。ごゆっくり。あ、やっぱ言わないな。なんだか気を使っていただいたみたいですね。なんだこれ。あ、そっか、春はそっか、モルガナがリクルートしたんだもんな、もともと。そっか、そのつながりでか、にゃふふふって言ってたの。双葉はね、宗次郎ファミリーのあれで、春はまあ、美少女怪盗とコラボしてた頃の名残ってことか。ああ、誠とね、すみれちゃんに対して何もないのはそういうことか。昨日に続いてですけど、今日もどうしても会いたくて。そう、練習終わりで来ちゃいました。来ちゃった、頑張ってるね。やっと戻ってきたよ、会えてよかったよ。その言
そっくりお返しします。うん、なんかいろいろ言いたかったんですけど、先輩の顔見たらそんな気もなくなりました。うん、心配かけてすまなかったね。本当にごめんね。まあどうしてもいいや。これいいんです、ちゃんと分かってますから。ああ、スミレちゃんだけ怒らなかった。まあ思うところはあるけどと言ってたけど。それでなんですけど、チョコくれる？よかったらどうぞ。何くれる？お、チョコです。あーはーん、今日バレンタインデーなので。まっこじゃねえやね、双葉のモルガナチョコレートには劣るけど、これも可愛いな。これは買ってきたのかな、さすがに。手作り手作りって聞くの失礼だよな、マジで。一応。おお、何、そうなの？あ、すげえな、こんなお店クオリティのものを作れるのか。まあでもすみれちゃんはもともと料理できるって話だったもんね。食べるだけじゃなくて料理もそこそこできますから。ほう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 、食べるだけじゃなくてって言ってるあたり食いしん坊なのよ。一応自覚はあるんだな。改めて元の現実に帰ってきたんですよね。あー、そうだ。ん？先輩、私、あれからちゃんと私として生きてます。そうだな、その後ろのリボンはなんかリボンというか、なんだろう、四角いなんかなんだよな、四角い髪留め。こんなんじゃなかったよな、なんか赤かったよな。これからだって。あの隣いいですか？てかあれか、みんな集まるシーンで一応またね、すみれちゃんの格好見れるから、その時ちょっと確認しよう。多分違ったと思う。もう少ししたら地元に帰るんですよね。うん、寂しくなるね。一緒についてくる？お気持ちだけいただきます。うん、まあお互い夢があるもんな。私もっと頑張りますから。お互いというか、今井もは何したいんだろう。実家帰ってさ、何するんだこいつ。そういえば夢とかあんのかな、なりたいものとか。先生だったりとか。いや先生向いてると思うんだけどな。一応声優つながりがあるもんね。この先生も福山潤だし。どこにいたって私のことが先輩に届くように。まあ、暗殺者が先生になるか怪盗が先生になるかの違いだけだからな。好きな人を思って演技をする。好きな人ね。霞の言っていた意味がようやくちゃんと分かった気がします。まあ不思議だよね、かすみが生きてたらさ、そもそもすみれちゃんはインナーと関わることは多分そんなになかったと思うんだけど、いたらどうなったんだろうね。ちゃんとジョーカーとなんか関わりあったりしたのかな。先輩のことを思ったらそんな風に感じるんです。何の話をしてるんだそれってまさかじゃなくてさ、何の話をしてるんだってひでえよな。それってもしかして、あ、ちょっと。分かってるくせに。分かってるくせに。ふう。今ちょっとあれだな、離れて座ってたから、ちょっとね、腰をよいしょってして、インナに近づいた後に、肩に頭を置いたな。まあ、いいイベントだったね。特にロイヤル補正があるわけでもなく、みんなと平等って感じだったな。よし、で、メール来ましたね。これで何もなかったらちょっと拍子抜けだけど、さすがになんかあるよな。てか期待してるぞ。せめてリュウジあたり出てきてくれよ。返信しません。あ、まあここの辺のモルガナとの会話は変わらずだな。一応さ、今までは宗次郎がなんかさ、相手いねえのかって言って、会話の途中に女の子、あれ、お、結局ここに来ちまった。リュウジ来た。あ、もう宗次郎との会話一切なしで、もういきなり入ってきた。他に人来ねえってさあれなのかな、一応リュウジもルブラン来たけど、インナーがなんか別の女の子といるの見て、なんかスッて帰ってったのかなあ、なんつう顔でうなだれてんだよ。あ、一応宗次郎もやってきてくれた。そっか、店で閉める必要がないもんな。収穫なかった男同士慰め合おうってか。まあ俺は別にいたんだけどね、ちょっとなんとなく
なので一人優先させちゃ悪いかなと思って、ちょっとねもうみんな平等に愛してるからこそ誰とも過ごさないっていう道を選んだわけだけど、みんなまで言わねえでください。相当落ち込んでんのこいつ。大丈夫だって、お前もね髪黒く染め直してさ、大人になったら絶対モテるから。モテない男はつらいな。とどめ刺すな俺がな。グフッグフッ。失礼します。あ、ゆうすけも来た。あー嬉しい。ん、リュウジ。あー、いや、ゆうすけは別に特に落ち込んでなさそうだな。てかバレンタインってことすらも知らなそう。おー、ゆうすけ、もしかしてお前も。あ、あれあれ、いやだから誰からもチョコもらえなくて、あれがあれになるあれだよ。いやー、ゆうすけは変人だからさ、なんか中途半端に知ってるとさ、こいつ変だなと思って近づかないんだろうけど、なんかファン多そうだよね。イケメンでさ、特待生でさ、美術の世界でもしっかり名残してるからさ。何を言っているかわからんがチョコならもらったぞ。やっぱもらってる。グフ。そういやこいつ顔はいいんだった。顔はな。じゃあゆうすけは何しに来たんだ。ふとご主人のコーヒーが飲みたくなってな。本当にたまたま来ただけか。あとカレーも、あとあるなら食後に何かデザート。注文が多いなこいつ。それ全部払える？金払わねえぞ。当然だ、全所持金を絞り出す。なんでこいつこんな金ない、まあまああれだよな、画材買っていつも金欠っていう設定だからさ、あれだけど。マダラメはまだ出資し、てかマダラメあれだよな、罪悪感感じてんだったらさ、一応ユウスケの特待生のサポートとかするはずだよな。あ、まあでも逮捕されてるからそれもできてないのかな。まあとにかく座んな。っていうかそうしてたもん、ちょっとユウスケが嫌っていうかプライド的に。はあ、今年もこんな感じか。今年も、いやでも違うだろう、今回は相棒がいるだろう、相棒および仲間たちが。いやでもまあ、でもまあどうした、なんか言った。いやなんつうかよ、なんつうかよ、なんだ、いろいろ文句言う前にモテねえのは自分にも原因あんじゃねえのかなって。なんか振り返ってる、原因は自分にあるんじゃないかって。まあだってそもそもさ、学校では素行の悪い少年として通ってるわけだからさ。いやもうもちろんね、リュージはいいやつだけど、まあ、インナーだってそれこそあれでしょう、学校、まあそもそも学校行ってないからもらえようもないんだけど、行ってたとしても多分なんかもらえそうにないもんね、だってまだレッテル貼られてるから。リュージ、もしかしてショックのあまり人格が。人格勘弁してやれ。なんちげえよ。なんかちょろっとそう思っただけだっての。うん、お前モテるから絶対ね、ちょっと時期がまだ早いだけだ、モテる時期は絶対来る。だがただ腐るだけよりはかなり前向きなように思う。おお、なんかユウスケもなんか珍しく慰めてるだろ。てわけでマスター、俺どうすればモテます。宗次郎なんて言うんだろうな。なんで俺なんだよ。いや、あ、そっか、宗次郎の独身話聞かせてくれよ。どういう風に持ってたんだ話ね。俺が若い頃はなって言ってるとこに女の子が来るからさ、いつも話できてないけど。色恋を焦る気はないが、俺もご主人のアドバイスは興味があります。あ、そう、ゆうすけもあれだよな、あんちゃんがね脱ごうとした時にさ、すっげえ焦ったりとかさ、人並みにねそういう欲はあるからさね、意外と結構興味あるのかな、こういうことについては。我が輩も同感。お前はどうだろうな、モルガナ。現実に入ったらもうほんとただの猫でしかないからさ、人間相手はちょっと厳しそうな感じがするけど。モテるっつってもいろいろあるんだがな。まあでも宗次郎もあれだもんな、若葉相手に玉砕し続けてるわけだからな。持論から言うと、女は興味がある男にはさりげなくアピールしてくれる。ほう、女はさりげなくアピールしてくれと、一流の男には。モテる男は
そのアピールを見逃さねえもんだ。はーん。つうことはそのアピールってやつを見逃さねえように気をつけるってことっすか。そうな、アピールに気づくのが難しいんだけどね。逆だな。女が魅力に感じるのは揺るがない自分を持ってるってこと。ほう。あ、揺るがない自分ね。いつも周り気にしてキョロキョロしてるやつを揺るがない自分を持ってるって言えないだろ。ああ、モテようとしてるやつほどモテねえってことか。難しいっすね。難しいな。まあそうだな。恋愛なんじゃ簡単にくくれねえってことだよ。まあ本当ね、女性を一区切りにするのも違うからね、一人一人違うわけだからさ。このゲームですらあれだもんね、ちょっとそれぞれ、まあ、いないもんモテる男だからさ、うまーくね言葉をかけたりしたけど、もともとスペックの相まってね。でもやっぱちょっと他の、ね、女性に対して一人一人ちょっと対応の仕方が違ったもんね。だからこそ面白いもんでもあるんだけどね。お、だからこそ面白いか。おお、こいつは奥が深いぜ。あ、だがやはり無理に求める必要はないみたいだな。ああ、そうだよな、誰でもいいってわけじゃないからさ、無理に思い、いやでもどうだろうな、社会人からやせてもらうとあれだぜ、多少追い求めないと何も起こんないからね。時が来ればおのずと俺の感覚が告げてくれる気がする。まあ、ゆうすけはそうだな、どうせモテるだろうし。ゆうすけはブレねえな。うん、そう、ブレないしイケメンだし。まあやっぱ現実は甘くねえか。龍者その点で言うと、まあね、陸上続けられてたらスペックは高かったかもしんないけど、現状はただ成績の悪い、素行の悪い少年だからな。でもゆうすけじゃねえけどよ、うん、焦らねえ。でもそれがちゃんとあれば自然と彼女できてる気する。うん、そう言ってるとちょっと30とかなってもまだいないみたいな、魔法使いになっちゃったりするから。あ、むしろ向こうから寄ってくるぐらいの感じ。友情でも大丈夫よ、モテるって。ま、頑張んな。なんか柄にもねえことしたら腹減ったな。カレー食わせてくれよ東次郎。お前らなんか食いに行くか。あ、マジ今日はおごってやる。おごり、マジっすか。そんな俺はただコーヒーとカレーさえ振る舞ってもらえば。振る舞ってもらえば怒られる気まんまできたんじゃねえか。いやそれ全然遠慮になってなくね。我が輩回らない寿司がいい、それか A5 ランクステーキ。あの寿司屋さ、双葉とインナーと総次郎の3人で言ったら 10万とかしたもんね。こんな4人と1匹で言ったら、ああ、まああれか、そっか、モルガナはいないし1人増えてるだけだから大した値段の違いないか。ん、猫も乗り気みてえだな。お、ほら店じまいしていくぞ。言葉わかんないけど一応モルガナのテンションは伝わったんだな。あ、お、これやるよ。いや、なんかもらうのか、リュウジから。今日コンビニで買い物してたらちっこい女の人がくれてよ。え、何、女の人がくれた。あ、あれか、なんかキャンペーンかな、バレンタインの。あ、もちろん店員な。あー、だよな。ありがとう、大事にするよ、俺が君のバレンタイン。ちぎいからって。んなわけねえっての。おい、お前らいつまで漫才してんだ。おいでくぞ。漫才言われてる。まあすんません、居残りは勘弁だな、行こ。ああ、ごめん、リュウジ、なんかちょっと何回か飛ばしちゃったわ。ああ、いいイベントだった。こっから修羅場入んのきついけどな。ちょうどよかった。お前に客だぞ。客？あ、サイさんかな？あ、サイさんだ。朝からごめんね。あ、一応キリチョコももらえるようになってるのか。OK？ よければなんだけど。これ、あ、ちょっと受け取ってもらえるかしら。ちょっとすごいドキドキする。ちょっと待って、まあ別にサイさんはね、十股の一人ではないし、別に意識を変えるつもりは理由はないよな。まあ今この瞬間女の子が割って入ってこない限り。ありがとう。君にはお世話になりっぱなしだから、そのお礼にと思って。そうか、くしくもあれだな、唯一サイさんからだけ2回もらうのか、チョコを。
バレンタインついでって感じになっちゃって申し訳ないけど。いやいや、サエさん、距離感的にはちょうどいいよ。まあそれでもありがとうございます。いえいえ、とんでもない、ありがとうございます。いや、これは普通の喜びましょう。礼を言うのはこっちよ。ありがとう。一応このルートだとあれだもんね、独身男として過ごしてるから、これが初チョコなのか。朝っぱらからこんな美人にチョコもらえるなんて、お前も幸せもんだな。そうだな。そうしろとサエさんも普通にね、ちゃんと仲良くなってよかったね。昨日はさすがに本命がいるだろうからって思ってこんな形で渡すことになっちゃったけど、まあ本命はいたんですけど、ちょっとね、いやー、ブローズ before ホーズってね。まあやるより兄弟分と一緒に過ごそうぜみたいな。てんてんてん。あれ？なんかこんな感じじゃなかった気がするぞ。ごめんなさい、余計なこと言っちゃったみたいに。ああ、なるほど。一人で過ご、ああなるほど、誰とも過ごさなかったからこうなったのか。その気にすることはないと思うから。いや、そんな哀れめないでくれ。大丈夫だって言えないもんは。悪いが、そこには触れないでやってくれ。掃除郎も分かったらな、銃股してるって。そろそろ行かないと。押しかけるような真似してごめんね。うん、もちろんこれだけで今までの礼を返せたとは思ってないから。それじゃあね。はい、どうも。これでどこでどう。あれ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 、あ、夜になっちゃった。あ、前は確かあれだったな、日中いろいろ回ってさ、それぞれね、恋人ではないけどコープマックスの女の子からチョコ回収しにチョコ回収というか、たまたまもらっただけだけど、いきなり夜に飛んでいないもんが、そういえばメッセージ返信し忘れてたなって。ひど。忘れんなよそんなメッセージ。つか、あんだけメッセージもらっといてさ、一人で過ごすってやばいよな、こいつの弾力。どうなるどうなる。たくさんの通知が来ている。昨日って女子が好きなやつにチョコあげる日だったんだろ。もう俺がなかなか言ってきた。そう、昨日バレンタインだったんですよ。なあ、よかったのか。よかったのか。我が輩は紳士だから、なんか気になっちまってさ。モルガナはどこまで把握してんだろうね。アンちゃんが来た時は特にびっくりもしてなかったけど。あ、お前何やらかしたんだよ。なんかあれだ。あ、この音楽聴くのすっごい久しぶりだな。なんかやばい展開になった時の音楽が流れてる。で、掃除王が何したんだって。店の外にいんの。ありゃもしかして。誰かな。いや、別に、なんも悪いことしてないんだけどな。うわ。ああ。昨日電気ついてたよ。あ、みんなちゃんと本命チョコ持ってる。明かりついてたよって。いや、違うんすよ違うんすよ。あの、もうほんと誓って女の子と過ごしたわけじゃないんすよ。あ、てか明かりついてるの見えてるよ、見えてたよ。あ、近くまで追ってたのかな。やってんよな、誠ちゃんがわざとこんなとこまで来る理由ないもんな。音楽が怖いって。恋愛音痴の目ならごまかせると思った。あ、いやいや、誰のこと恋愛音痴って。断りの連絡くらい嘘でもいいからしてよ。うわ、つら。断りの連絡ぐらい嘘でもいいからして。うわ、つら。いや、断りの連絡連絡マジでやばいよなこいつ。改めて何かあったのかなって。昨日も見に来ちゃったし。見に来ちゃったのか。いや、見に来たなら分かってるだろう。リュウジとユウスケとモルガナとソウジロウの5人で寿司食いに行ったんだよ。誓ってやましいことしてないんだ。本当なんだ。他にも本命いるんだ。うん、いや、違う。他にいないよ。他にも本命か。そうだね。それはそうだね。心配したのに。昨日覗いたら誰かと。誰だから、覗いたなら分かるだろ、リュウジといたって。リュウジとユウスケと寂しくバレンタイン過ごしてたんだよ。最低。最低。おお。
結構きつめに言われたな、最低って。昨日一緒にいたの。あれ。あれこれ女の子誰かといた場合ってさ、あれなのかな、一人はいなくて他が詰め寄ってくるみたいな感じになるのかな。あもう双葉泣きそう、やばい。昨日不安で占ったんです。あ占ったの千早さん。そしたら誰かと会ってるって。いやあんただったら分かるだろ、男だって。元気そうだね。おお竹見さん怖い。夜行性のモルモット、昨日の電気は消し忘れ。あーこれみんな似たようなこと言ってるからあれなのかな、10人全員じゃなくてもね、仮に2人とか3人とかだったとしても似たようなセリフを言ってきたのかな。どこまで問題児なの川上。様子見るために昨日早退したら。あ早退してきたんだ。誰かといるし。いやだからリュウズと一緒にいたんだって。何やってんだろう私。あ川上はなんかちょっとあんまりがっかりはしてるけど、なんか怒ってる感じじゃないな。スクープ掴んじゃった、昨日の浮気現場。大家さん結構普通に怒ってるな。全然嬉しくないけど。昨日誰かといましたよね、浮気ってことですか。あーひふみちゃんが泣きそう。つら。嘘って言ってください。いやもうこんな嘘って言ってくださいとか言ってるけどさ、もう10人全員いるんだって、もう分かるだろ。先輩のこと疑ってるわけじゃないんですよ。ちょっとすみれちゃん声怖いな。でも何かやましいことがあるなら話してほしいです。だから理由だから何もないんだよ。もう全員来てるこの場で言ってもしょうがないんだけどさ、昨日は誓ってリュウジとモルガナとユウスケと宗次郎で過ごしたんだって。本当なんだって。チョコ受け取ってよ。怖い。まことちゃんやめて。チョコもらって、私が握りつぶさない。ある怖い。握りつぶさう前にやって、わざわざ持ってきたんだけど。チョコチョコ一応受け取ってよ。いやなんか俺当初の予想でさ、まことちゃんあんちゃんあたりはブチ切れて、春はなんか静かにブチ切れて、双葉は泣きそうになるって予想したんだけど、本当にただただ泣きそうだな双葉ちゃん、かわいそう。チョコあげるって言ってるんです。チョコ遠慮しなくていいんだよ。やめてやめてやめて。チョコ食べられるよね。チョコわかる？わからない。何もわからない。チョコです。これ。ひふみちゃんもちょっと泣きそうだな。チョコ食べてもらえませんか？宗次郎なんか言ってくれ。宗次郎昨日一緒にいただろう。モルガナもなんか言ってくれよ。なあ。なんとか言えよ。ああもう宗次郎もそっち回っちゃうか。え、これホワイトデーできる？この地獄の空気のあたりホワイトデーできるもんなのか。インナーのセリフが3つあんだけどさ、信じてくれよ、そうしろといたんだ、チョコレートは欲しい。あっどれも見てー。いやどれもクズムービーなんだよな。信じてくれ。いやまあそうしろといたのは本当だからさ、それは本当よ。いやそうしろと一緒にいたんだって。バカにしてる？いやバカにしてないって本当だって。いい加減にして。いい本当なんだって。宗次郎も何と言ってくれよ。昨日怒ってくれたじゃん、寿司美味しかったよ。女の敵それは違いない。見損なったぞ。もう本当双葉がずっと泣きそうなのすごいかわいそう。真面目に言ってます？ただじゃ置かないから。ふざけないでよ。あこれリュウジと過ごしたのよかったな。多分これ本命の子と一緒にいた場合、本命の子今ここにいないんだろうな。笑えない、こんなのひどいです。泣きそうになってるひふみちゃんも。あんまりです先輩。あまあすみれちゃんも幻滅したろうな。俺買い物の途中だったんだ。ちょそうしろそうしろ違うって。そうしろ一緒ねえ、一緒にいたじゃんねえ。ごゆっくりじゃねえよ。ちょっとねえ領収書あるんだって。そうしろ持ってるでしょ領収書。多分ね12万ぐらいいっただろうけど、見せてやってよ。ちょっと生きてたらまた会おうぜ。モルガナ
お前、お前連れてかねえからな、うちに。お前いい加減しろよ。あーあーあああボコられてる、ボコられてるというかボコら、あああ、まあちょっとあれだね、カットが入って戻ってきたと思ったインナーが倒れてたね。ボコるシーンも見たかったけど、あ、よかった、でもゲームオーバーにはならなかったなってで、リュウジがねえ、お母さんからもらったチョコレートってありかな死んだお、宗四郎帰ってきてくれた。宗四郎、なんだ、あこれやるから元気出せ。いらねえよチョコは、もうそんなコンビニの店員からもらったチョコいらねえよ。あ、宗四郎のチョコレート、あ、これは浮気イベ専用の。しかし説得すんのは骨が折れたわ。あ、説得してくれたのか。遅くまで店の手伝いしてもらった、バレンタインに気づかず悪かったな。あ、いや一緒にいたんだから別にそっちでいいじゃん。別にさ、一応ちゃんとカレー食った跡が残ってんのもいいなね、直前まで飯食ってたからね。いや寿司食いに行ったじゃん、リュウジとユウスケと。別に店手伝った、あ、まあだからあれかな、ルブランの外の窓ってさ中見えないのかな。女の子たちもあれなのかな、見には来たけど明かりついてるの見てはってなって。いや別にでもさ、ねえ、てかなんならあれだよな、宗四郎たちと一緒に飯食いに行ったならさ、ルブランね電気消されたはずなんだけど、一応宗四郎は店開けてて気づかなかったっていう言い訳をまあ一応はしてくれたんだな。のろけはいつも聞いてるよ、あいつの本命はジョーちゃんだけってな10人分そう伝えたのか。ようやく納得して帰ってくれたよ。本当に納得した。仮にさ、いや仮にってかさ、実際昨日はさ女の子と時間を過ごしてないわけじゃない。ただもう10人がさここでチョコ持って鉢合わせてる時点でもう遅いのよ、いろいろたくきっちり口裏合わせろよ。いや無理だって、遅いって。あ、宗四郎との二人の絆を感じる。あ、はいはいはい、あ、なるほど、結局みんなチョコは持って帰ってしまった。しまったじゃねえよ、ふざけんなよお前あ、すっきりしたぜ。おっと、で、あ、でここであれか、本数種に戻るのか。いやー楽しいイベントだった。ただ3月2日だからまだかな。ここであれかな、みんなのそれぞれのね方針というか今後何するみたいな会話をするのかな。うん、しててね、あー楽しかったこんな後によくさ、みんなは絶対つながってるさなんてさ臭いしてるわけだよね。そっかそっか、あれなのか、まあストーリー的に多少強引でもこういうストーリーの本筋のイベントを体験するためには一応納得してもらわないといけなかったのか。